これで鬼太を。まさかそっちから来るとは思ってへんかったわ。やっと出てきたな、カナイ。あんたのことは調べさせてもらったで、秋山さん。カムロ町の金貸しや、そうやな。何の用や。あんたをぶちのめしに来たんだ。パクさんからよろしく頼まれてんでね。ああ、なんやと。そうや、俺もあんたに聞きたいことがあったんや。あんた、パクの元旦那の手紙、どこにあるか知っとるか。知らないね。知ってたところであんたには渡さないけどな。そうか。そしたらやっぱあんたには用がないの。何？本気だ。秋山は例の手紙の件あんたが知らんねんやったら、やっぱしあの子に聞くんがええんやろな。何？沢村遥。パク社長が可愛がっていたようやしの。なんだと。今頃はもううちのもんがさらってきとるとこやろな。わしがゆっくり聞き出したろ言うんや。ほな、カナイ、やめろ。あの子に手を出すな。クソ、どけ。